ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、この前ニュースを見てたら、ゲームの改造で捕まった人がいたんだけど、ゲームの改造なんて簡単にできるの？もちろんだぜ。霊夢がニュースで見たのがどんな事件だったのかわからないが、ゲームの改造やチートで捕まるという事件は過去にも多いんだ。チートって何かしら？チートというのはゲーム内での不正行為ということだな。今回は訴訟に発展したゲームの改造や、チートにまつわる事件について解説していくぜ。まず最初に紹介するのは、ときめきメモリアル、メモリーカード事件だ。一体どんな事件だったの？これはテレビゲーム用ソフト、ときめきメモリアルの改変セーブデータを入れた、メモリーカードの販売をめぐって訴訟となった事件なんだ。改変セーブデータってどういうものなの？そもそもときめきメモリアルというゲームは、プレイヤーが高校の3年間を過ごす主人公を操作し、卒業式の当日に意中の女性とから愛の告白を受けられることを目指し、能力を高めていくというシミュレーションゲームなんだ。恋愛ゲームの王道って感じね。ああ。このときめきメモリアルはメインヒロインの藤崎しおりから、告白を受けるのはかなりの難易度だとされていたんだが、問題となった改変メモリーカードには本来低い値から始まるはずの、主人公のパラメーターがゲーム開始当初から最高値であったり、卒業間近の場面から始められるデータが記録されていたんだ。それはプレイヤーにとっては美味しいけど、販売会社にとってはたまったもんじゃないわね。そうなんだ。この訴訟で論点となったのはゲームソフトが、映画の著作物、に当たるかどうかだった。映画の著作物？販売会社のコナミ側の主張はこうだ。主人公のパラメータが改変されることで、ストーリーの骨格部分が改変されるから、映画の著作物としての同一性保持権の侵害であるということ。同一性保持ってどういうこと？簡単に言えば著作者の意に反して変更を行うことで侵害される権利だ。そしてこの販売されたメモリーカードのパッケージの説明箇所の記載からも、ストーリーを改変するものであることが明らかという主張だ。コナミ側の主張が真っ当な気がするわね。これに対する被告側の主張はどうだったの？被告側はコナミの主張を真っ向から否定し、メモリーカードに収められているのは単なるデータであって、ゲームソフトのプログラム自体を改変するものではない、と主張していたぜ。そしてこのメモリーカードを使ってもゲーム自体は問題なく進行できるため、許容範囲内のデータであり、同一性保持権の侵害には当たらない、とも主張したんだ。確かにデータを提供しただけといえばそうも言えるけど、もっともらしいこと言ってるからわからなくなってくるわね。で、結局判決はどうなったの？第一審ではゲームを映画の著作物と判断した他は、被告側の主張をほぼ認めてコナミ側の請求は認められなかったんだ。一審ではコナミが負けた形になったのね。だがもちろんコナミはこれを不満に思って控訴したぜ。大阪高等裁判所での第二審では、ゲームを映画の著作物と判断し、改変セーブデータの提供はゲームソフトに対して、制作者の意図した範囲外の動作を引き起こすため、ストーリーの改変に当たるとしたんだ。お？判決が覆ったのね。ってことは同一性保持権の侵害が認められたの？そうなんだぜ。さらに意図して侵害行為に加担し、プレイヤーを介して侵害行為を行ったとして、コナミ側の請求のうち、114万6千円の損害賠償を認めたんだ。結局コナミが勝利したってことよね。それでお金を儲けようとするから、悪いことはできないもんだぜ。次に紹介するのは誰もが知っているゲーム、ポケモンにまつわる事件だ。一体どんな事件なの？ゲーム、ポケットモンスターに出てくるポケモンの能力を不正に書き換え、それを販売して逮捕されたという事件なんだ。ポケモンの能力まで書き換えが可能なのね。そうなんだぜ。逮捕されたのは、名古屋市内に住む無職の男だ。どうでもいいけど逮捕された時に無職とか、自称とか出るのって恥ずかしいわよね。確かに。でもゲームのデータを書き換える技術があるなら、普通に就職できそうなもんだけどね。定職に就かずにそういう不正をしてお金を稼いでいたのかもしれないな。話がそれたが、この男は2021年4月に、任天堂スイッチ用のゲームソフト、ポケットモンスターソードシールド、に登場するポケモン、メッソンの能力を書き換えたんだ。水と影ポケモンのメッソンね、水タイプのポケモンよね。結構可愛くて好きだわ。でもこの男、どうしてポケモンの能力を書き換えたりしたのかしら。どうやらこの男にメッソンの能力を書き換えるよう依頼した男性がいたそうなんだ。なるほど、客の求める能力に書き換えをして、それを販売してお金を稼いでいたってことね。ちなみにいくらもらっていたの？この男性から受け取ったのは4400円らしい。なんかリアルな数字ね。でも4000円ぽっちで逮捕されるなんて割に合わなすぎるんじゃない？いや、実はこの男、昨年11月までの1年間の間に、ポケットモンスターソードシールドのポケモンの能力を改変販売して、約115万円も得ていたそうなんだ。115万円も？逮捕されて当然だわ。代わりに早いな。それにしてもそれでお金が稼げるなんて、そういうものを求めている人がいるっていう、裏返しでもあるわよね。そうだな。この頃のゲームは複雑化しているし、なるべくなら自分の有利にゲームを進めたい、と思う人も多いということかもしれないぜ。男はゲーム内には存在しない能力を持ったポケモンなども、制作したりしていたようだな。知らずに見た人はびっくりするでしょうね。ちなみに男は容疑を認めているそうだ。次に紹介するのはエピックゲームズが販売、配信しているゲーム、
フォートナイトでチートを使用した少年についての事件だ。繰り返すけど、チートっていうのは不正行為のことよね。でも制作会社が作ったゲームの中で不正行為なんてできるの？世の中にはチートソフトというものが存在していて、それらを使って不正行為を行うやつっていうのがいるんだ。ほほう。悪いこと考える人っているのね。で、この事件ってどういう事件なの？この事件はエピックゲームズフォートナイトでチートを使用していた少年を、著作権侵害などで訴えた事件なんだ。少年ってことは未成年ってこと？事件当時この少年は14歳の未成年だったんだぜ。バッチリ未成年ね。でも裁判になるなんて相当じゃない？実はこの訴訟はこの少年にだけ起こされたものじゃないんだ。時は2017年まで遡り、当時エピックゲームズは、数名のチーターを著作権侵害で告発していたんだぜ。そのうちの一人がこの少年ってことなのね。そういうことだ。ほとんどの裁判は解決しているんだが、問題のこの少年は、エピックゲームズから訴えられてもなおチートの使用をやめず、あろうことかエピックゲームズを挑発する言動を繰り返しているんだ。おう。若気の至りってやつかしらね。挑発されるのもまた腹が立つがこの少年はなんと、フォートナイトでチートを使うだけにとどまらず、配信中にチートの販売サイトの宣伝を行うといった行為まで行っていたんだ。そりゃエピックゲームズがブチ切れるのも仕方ないわね。それだけではなくこの少年の母親は、エピックゲームズに手紙を送っており、訴訟を取り下げるように求めていたらしいんだ。いやいや、訴訟を取り下げるように頼むより先に、自分の息子にすることがあるでしょうよ。まず不正行為をやめさせなさいよ。まったくもってその通りなんだがこの母親、手紙に、フォートナイトは無料のゲームであり、ソフトウェア利用許諾契約によれば未成年者に対して法的拘束力はない、と主張しているんだ。言うことだけはごもっともなのがまたさらに腹立つわね。この訴訟では、裁判所にこの少年からの応答がなく、エピックゲームズは欠席裁判を裁判所に求めていたんだ。だが民事訴訟法によると、代理のいない未成年の欠席裁判は、認められないらしく、2019年8月にエピックゲームズの要求は、認められずに却下されたんだ。ということは訴訟は取りやめになったの？いや、訴訟そのものが却下されたわけではないんだ。母親の手紙もその後退けられていて、2019年当時まで訴訟が続いていたんだぜ。ほい。裁判を起こしても相手が応答してくれないとなると、ややこしいわね。それでどうしたの？これで少年がチートの使用をやめてくれればエピックゲームズも、訴訟を取り下げたかもしれないが、チートの使用を繰り返す上に、宣伝までしているからな。エピックゲームズは少年の母親を法的な保護者として任命する書類を、ノースカロライナ州の裁判所に提出しそれが受理されたようだ。で、母親は出てきたの？もちろん少年の保護者は裁判所からの命令を無視しているぜ。結局無視してるの？手紙出す暇があるなら、裁判に出てきなさいよ。エピックゲームズは少年の尊厳を守り、問題を前進させるため、少年の母親かその他の大人を代表にさせることが適切だ、としているんだ。ごもっともね、自分のケツは自分で拭けって言いたいところだけど、未成年だしここは大人が出てくるべきだわ。その通りだぜ。少年はチートを使用していた動画を YouTube 内で公開していたが、現在その YouTube アカウントは停止されているんだ。やっぱり停止されてるんだ。その動画は見ることはできないの？いや、少年のアカウント自体は見れなくなっているが、他の YouTuber がこの少年のチート映像を投稿していて、それを見ることはできるぜ。エピックゲームズは損害賠償よりも彼がチートの使用と、宣伝をやめることを求めていたようだな。大人な対応ね。確かにチートを宣伝されることの影響の方が大きいものね。この問題は報道でも大きく取り上げられたようだからな。それにしても訴訟になってもそんなことをしてるなんて、絶対ろくな大人にならないわよ。保護者も保護者な話だったな。いずれ改心してくれることを願うばかりだな。次に紹介するのは配信中にチート行為がバレてしまった。配信者の話だ。配信者がチート使うってどういうことなのよ。これはバトルロワイヤルゲーム、コールオブデューティー、ウォーゾーンの配信中、チートツールを画面にさらしてしまったというなんとも恥ずかしい事件なんだ。それは確かに恥ずかしいわね。配信者は2016年から活動する7万7千人ものフォロワーを持つ、中堅配信者だ。7万って結構な人数よね。この配信者はさっき出てきたフォートナイトや、エイペックスレジェンズなど人気作品を得意としていて、この頃はコールオブデューティー、ウォーゾーンに夢中になってたようだ。ここまでのフォロワーがいる配信者ってことは、よっぽどの腕前だったってことよね。そうだぜ。腕には定評があり、素早く正確に敵を射止め、そのエイム力が視聴者からは憧れを集めていたんだ。なんか暗い未来が見えるわね。うっすら闇が見えるよな。その日彼はマッチを終えて視聴者と雑談を楽しんでいたんだ。あまりにも的確すぎるエイムゆえ、ある視聴者から、チートを疑われた。おお、疑った人がいたのね。さぞヒヤッとしたでしょうね。内心はわからないが彼は即座に否定した上、リコイルの扱いが上手くて、だからゲームが上手いだけ。ゲームが上手い奴を見るのは初めてか？こんな風なプレイを見るのはマジで初めてなのか？と余裕を見せるほどだったんだ。心臓に毛が生えてるわね。だがこの時すでに問題は発生していたんだ。彼が余裕こいて視聴者をおちょくってる間に、画面上にチートツールの画面が映し出されていたんだ。最悪なタイミングじゃないの。映し出されたツールの名前は、エンジンオーニング。
機能としては、相手の居場所やアイテムの位置を把握するレーダーや、正確なエイムを実現する自動エイムツール、エイムボットなどが含まれているぜ。視聴者に評価されていたその腕はバッタモンだったってことね。しかも視聴者をおちょくってる最中にそれがバレるとか、穴があったら入って出たくないわね。さっきまでの勢いはどこやら、神妙な顔で、オーマイゴッドとつぶやくしかなかったそうだ。これほどこの言葉がしっくりくる場面もなかなかないでしょうね。それでその後この人はどうなったの？びっくりなのがその後も配信を続けたんだ。どんなメンタルよ。チートを使っていないプレイ画面と称して、的確な射撃を決める映像を見せ、くだらない話に付き合う気はない、とまで言い放ったんだ。だがもちろん彼のアカウントはバンされたぜ。あまりにも証拠が揃いすぎてるものね。ああ。彼の心臓がどれほど強かろうとアカウントがなくなれば元も子もないからな。彼は配信者として培ってきた実績もその名誉も、一瞬のうちに失ってしまったというわけだ。自業自得すぎて何も言えないわ。ということで今回は訴訟に発展したゲームの改造や、チートに関する事件について解説してきたがどうだった？意外にこういうことで逮捕されたり問題になってる人って多いのね。しかもチートがバレて全てを失うなんて、笑えないわね。悪いことはできないもんだぜ。霊夢もゲームの改造でお金を儲けようなんてしちゃダメだぜ。しないわよ。動画を見てるみんなも気になる事件があったら、コメントで教えてくれ。それじゃ次の動画で。またねー。